先ほどの記者会見でも言わせていただきましたが、まあ、こういった SNS を通じてデマがこの非常に広がっていくということは本当に怖いなということは率直に思いました。でまたその SNS でですね、その立花氏が奥谷を探せみたいなことでSNS を入れてですね、なんか行動監視をされているようなそういった思いもあって、これはかなり、すごい恐怖を抱きました。でまあ全然余談ですけど、私が有馬のエクシブにいるとかいうそういう話もあって、まあ私は行ってないんですけれども、まあ、そういうデタラメが情報がですねどん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 広がっていくというこの SNS の怖さはですね、今回の選挙戦を通じて、本当に身に染みたなというところであります。すみません、いろいろとルール話しましたが、私の方からこれをちょっとどうしても伝えたくてお話しさせていただきました。ありがとうございました。私の考えとすれば、これはある一定程度具体的な事実を示して名誉毀損しているとは思いますので、厳正な対応をしていきたいと思います。分けて考えられる、いわゆる刑事訴追をされるという程度、民事訴訟、脅迫罪と、まあ名誉毀損と分けて考えていらっしゃるんでしょうか。まあSNS を通じた発信の部分については私は名誉が著しく毀損されたと考えております。でまた先ほどの記者会見で申し上げました家の前で街頭演説をされたということですけれども、まあ、これは本当に、脅迫に近いものであって、私としても業務がかなり停滞をしたということが事実としてありますので、まあ、これについては何らか対応できないかしっかり検討したいと思います。昨日の百条委員会のことについてちょっとお話ししていきたいんですが、まずはその竹内さんが辞められたことについては、まあ僕は賢明だと、政治家としてはある意味当たり前のことですよね。辞めずに残ってる人たち、まず奥谷については全く反省してないようなんで、ちゃんと裁判していきます。さすけ、裁判していきます。私は奥谷君の自宅前で演説したんじゃないんですよ。奥谷君の事務所の前でやったんですよ。事務所とそもそも自宅を一緒にしてるからそんなことになるわけで、彼の事務所の住所を調べていったらそこは自宅だっただけの話ですし、選挙の演説しただけでね、それをまるで脅迫とかっていうようなことをね、で、あなたが自殺するかもしれないっていうのは、悪いことをした人がそれがバレそうになったら自殺するって意味で言ってんの？脅して自殺するなんて思ってないの？そんなこともわからないの？元県民局長は知事に脅されて自殺したわけじゃないでしょう。そんなことぐらいあなたもわかるでしょう。あなただけじゃなくて、公用パソコンの中にね、不倫2期があって、その詳細について表に出てきたら恥ずかしいから、格好悪いから、何よりも不倫相手の旦那さんからもめちゃめちゃガン詰めされてたわけよ。お前ら隠しすぎや。それがバレたら格好悪い、バレると思って格好悪いから自ら命を絶ったやろ。その可能性が一番高いやろ。その時二所にな、正直に書けるか、あっちこっちの女とエッチしてたから。だからそれがバレるの格好悪いから自殺しますって書かねえやろが。それやったら自分がね、名誉存在を犯してね、怪文書をばらまいて、それによってね、中身、パソコンの中身見られてもうたと。公用パソコンよ、ちなみに。公のパソコンにそんなね、女性問題とか書いてるやつが悪いの。それは自分でも分かったから、自ら命を絶ったって考えるべきでしょ。で、奥谷君だって一緒よ。百条委員会でね、わけのわからんこと言って、それまで正義のヒーローだったのに、斉藤さんいじめた人ってなってね、僕があそこ、事務所前で演説したらもうそれでバレるから、これ以上ね、奥谷君のことをね、奥谷委員長のことを言ったらね、ひょっとしたら県民局長と同じように自ら命を絶つんじゃないかと思って、それ以上責めなかっただけ。つまり、奥谷はまだ俺に喧嘩売っとるから、それは、売られた喧嘩はちゃんと裁判で買うから、
奥谷に対して名誉毀損の裁判をまず起こします。一応東京地裁に起こしますが、まあ、神戸で見た方がいいか、神戸地裁にしようか、神戸地裁で起こします。ちょっとまあどっちにするかですけど、奥谷に対しては、立花が脅迫もしてないし、自宅前で演説なんかしてないからね、それやります。で、百条委員会はこんなのはそもそも斉藤さんが嫌いな人たちが集まってやった委員会でね、そんなの政治家同士なんだから、お互い選挙で選ばれた県議会議員と知事なんだから、政治的に争いがあった時にこれが悪用されるのは当然でしょ。何もこんなの百条委員会のが真実を明らかにする場所じゃなくて、ただ斉藤知事をいじめる場所だったんですよ。でもお前らがそういうちゃんと百条委員会のメンバーがね、いじめてることがもう僕に立花によってバラされたから、だから選挙負けたんじゃん。で、この後百条委員会でもしじゃあ斉藤さん黒ってなったらどうするのよ。もっかもまだ不信任案出せるのか。出す自信もないやろ。根性もないやろ。百条委員会で今度不信任案出したら確実に議会解散させられるで。自分たちが今度選挙の時にね、立花新党が対立候補を立てていくから。なあ、12月、来月、12月には中間報告出す言とったけど、奥田に要請やろ、そんな中間報告もよう出さんわな。3月には、来年3月にはね、第三者委員会の報告が出ます。ここで、斉藤さんがもう真っ白だっていうことが出てくるのは分かってるのよ。で、3月にそれが出たら、4月に5つある市長選。今回ね、22の市長が、市長会というね、名前で徳永弁護士がまたいいことを教えてくれたわ。市長としてやる分にはいいけど、市長会でやるのはダメな可能性あるから、それもやっていきます。いずれにしてもですね、百条委員会、こんなのは、真実赤爆場ではなく、ただいじめをしてた場所。で、そこで黒が、斉藤さんがもし黒が出たとしたら、黒を出したらもう一回不信には出さなあかんし。それはそれで自分たちの首を絞める。選挙を、まあ、県議会議員辞めなきゃいけない可能性が出てくる人がいっぱいいるからね、落選する人が。それはできない。で、今度は斉藤さん白と出したら白と出したで、格好悪い。まあ、いずれにしても百条委員会なんかほっとってもいい。皆さんにはね、百条委員会でもし黒が出ても、心配しないでくださいというお知らせの動画でした。ということでね、あとはまあその丸尾という県議も相変わらずアホなこと言ってるけど、まあとりあえず今回はね、奥谷を提訴して、おきますので、皆さん裁判の行方楽しみにしてください。もう一点だけすみません。その選挙期間中に百条委員会の委員長のご自宅の前で街頭演説をされているのを拝見してるんですけども、はい、その場所でこう演説をされることを選ばれた理由があれば伺いたいんですが、はい、まあ、これに対しては百条委員会の委員長の奥谷さんですね、彼の昨日の記者会見を見まして明らかな名誉毀損をされていまして、私は奥谷さんの事務所に行ったんですね。いわゆる兵庫県の議会事務局に届けられているホームページにある、奥谷さんの選挙いわゆる議員事務所の方にお邪魔させていただいた。で、それが彼の自宅かなのかどうかは、まあ自宅なんでしょうね。まあ事務所看板があるところはなんか駐車場みたいなところだったんで、だから私は何度も行く前から行った時も事務所に行くと言ってるわけですから、そこが自宅にされてるっていうのは事務所に行ったわけで自宅に行ったわけではないので、で、まあそれが何かまあお二人さんはですね、脅されたという主張をされてるんですけども、まあ、脅迫というのは、まあ、いわゆる生命や身体に対して害悪の告知をする名誉とかに対してですけども、私は単純に選挙運動で事実を述べただけなんですよ。つまり奥谷さんは、リハックであると、まあ、リハックにおいてですね、公用パソコンの中身を知らないと嘘をついたことをバラされるのが怖くて恐怖を感じたというふうに考えるんですね。ですからその辺についての是非について、やるどちらが正しいのかについては、まあ、直ちに、まあ、訴状を作ってですね、奥谷さんを被告とした民事裁判を起こすということで、僕ススッと作れるので、これ終わったら今日中でも作って明日にでも神戸地裁の方に郵便で送って提訴しようと思います。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますぜ、ぶっ
壊してみな弱小政党グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのがないのお客にさ、多分ないのが女性の方もっと一発自信よ、お客はもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカース。